Spotify による音楽をインセンティブにして新しい活用シーンを提案。N2P 村上烈です。本日も厳選されたデジタルプロモーションを研究していきます。今回ご紹介するのはこちら。そう、朝飲むのキャンペーン、江崎グリコです。購入レシートをフォームにアップすると応募できるレシートマストバイキャンペーンや、購入すると漏れなく Spotify のプレイリストがもらえるキャンペーンを行っています。それでは烈さん解説お願いします。はい。新しくなったカフェオーレがミルクとコーヒーのバランスが1対1、それぞれの味わいを引き立つ魔法のバランスで緩やかに体を起こし朝の穏やかな時間をお届けするっていう朝飲むのに特化した商品へと進化を遂げたということで、朝の時間にぴったりのプレゼントが当たるデジタルプロモーションになってます。で、まずはレシートマストバイキャンペーン、こちらはまあ至ってシンプルなスキームで、購入したレシートをフォームから入力するとポイントがたまって、それを消化してインセンティブに応募できるというものになっています。まあ、こちらもグリコメンバーズに登録してフォームからレシートを送る。で、3本購入するとこの朝にぴったりなコンパクトスピーカーが当たるというような内容になっているわけですね。で、もう一つ、 Spotify のプレイリストが購入したら漏れなくもらえるというものなんですが、まあ、あらかじめ決められたプレイリストではなく、あなただけの朝のいい感じのプレイリストになるそうです。で、診断コンテンツ答えていくと、診断結果とともに Spotify のユーザーデータと連動し、診断結果に応じたオリジナルプレイリストがもらえるという内容。じゃあせっかくなんで、こちら買ってきてみました。朝飲むのがついてますね、こうやってね。こちらカフェオーレ、じゃあこちら QR 読んでいきます。 QRQR、 はい、こちら漏れなくもらえる、そう、朝聞くのカフェオレプレイリストゲットする、こちらポチッと押すと違うページが開いて、コネクトウィズスポティファイ、はい、ログイン完了。こちらでスポティファイと連携できるわけですね。で、こちらの診断を答えていくと、朝あなたが選んだカフェオレはカフェオーレ、こちらですね、カフェオーレ普通の、なんか選び方もちょっと可愛いですね。朝目覚ましは穏やかすっきりよ、結構急ぎとか答えていくとプレイリストを作成してくれて、まあ、その途中でカフェオーレのその CM が流れるようですね。で、動画スキップしちゃいます。そうすると私だけのプレイリストが出てくると。だから Spotify でよく聴いてるような曲に加えて、朝というようなジャンルを加えてオリジナルプレイリストを流してくれてるんでしょう。まあ、こういったベタ付けで音楽を使うことによって、 Spotify の音楽で朝のシーン、新しい活用シーンというのを提案しているわけですね。新たに飲んでもらうシーンを創出してユーザーに定着させるっていうマーケットを広げる作業をキャンペーンで行っているのが分かりやすい事例です。これであなたの企画もネクストステージだ。ご視聴ありがとうございました。なるほどと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。また面白いキャンペーンがあったらコメントで教えてください。現在無料出張勉強会のご依頼を募集しています。詳しくは概要欄をご覧ください。